前回はとただおさウィングガンダムならそう簡単内部に降下中のリーブラを破壊するよ。動力システムを探すのね。いついかなる時も警戒を怠るんじゃないぞ。じゃあ行こうか。足引っ張んないでね。あれ小隊長か。ヒーロ君、こちらマグアナック隊。この戦艦はまだ地球に降下しているの。わかった。この船の動力システムを破壊する。お前たちのプラスしろ。水臭いですよ。私たちもお手伝いします。ここまで来たら一連卓勝です。好きにしろ。小隊長、マップを見て脆くなった核壁を壊して。さくら、動力システムの数は3つマーカーを出したよ。階層の構造もちょっと複雑だから注意して。了解した。確認したけどウィングゼロ目標まで近いよ。壊せる核壁を見つけて。小隊長、レーダーマップも確認して。探せ、あるはずだ。直撃させる。終わりだね。その程度では終わった。近いな。ゼロシステムで脆い壁を探知してもらうのはどう。ラウジングじゃないんだから。
ここも壁を破って、こんなに壊して大丈夫？最終的にはこのリーブラをバラバラにするんだよ。ためらうな、破壊者避けんな。何としても吹き飛ばして。分かった、最悪には
自爆してでも破壊する。最悪すぎる。小隊長さん、彼が無茶する前に壊して。そこ完璧な時に。ここを使えや。まだか。これはどうだ。まだなのか。これで最後。どうなの。ダメ、連鎖的に爆発してくれない。このブロックごと地球に落ちる。ゼクスを倒す。そして俺が外からリーブラを撃つ。いくらツインバスターライフルに威力があるって言っても。姉さん、最後の引き金は彼に任せよう。ゼクス特佐、ミリアルド兄さんを探さないと。手術を成立させるためにはミリアルド兄さんを倒して外に出る必要があるんだよ。ガンダムエピオンか。場所はわかるの。予想はついてるんだけど、やたら頑丈な核壁が降りてるんだよね。わかったわ。開閉スイッチを探して、小隊長。ゼクスを倒す。次にトレースだ。それで戦争は終わる。そしてお前が生き残れば平和は訪れる。これがお前のためにしてやれるただ一つのことだ、リリーナ。戦闘の光、正面から外に出られる。待って、高エネルギー反応。ヤスカ、やっと来たか。私との決着はまだついていないぞ、ヒーロー。ターゲット、ゼクス・マーキス。ガンダムエピオン、アフターコロニーの清掃も大詰めだよ。今の彼がホワイトファンの指令、ミリアルド・ピースクラフトだよ。そう、ゼクス2級特佐として戦いに臨んでる。サンクキングダムの時のようにね。争いの歴史に終止符を打つ。この私の手でな。決着をつけている。リーブルを止めるためにはもうエピオンを倒すしかないのね。彼はここを死に場所と考えてる。生半可な覚悟じゃないよ。完全平和を作るためには条件がある。一つは全ての兵器を排除すること。もう一つは人々から戦う意志を取り除くことだ。お前らを、これでおしまいにしてやるぜ。この行動しか完全平和への道はない。地球を失った人々はお前を憎み、コロニーはお前に頼る。お前がいる限り同じ過ちが何度も繰り返される。ミヌ姉さん、この戦い今全地球圏に中継されてるんだよ。どうしてわざわざ戦争を見せる必要があるの。戦闘の歴史に幕を下ろすため、平和への問題提起としてね。ゼクス、お前とトレーズは同じだ。弱い者を守るために大義を振りかざす。しかしそれはお前は純粋すぎる。そして優しすぎる。しかしそうでなければ生きる資格がないということか。ゼクス、ならば私はどこまでも生き抜いてみせる。誰よりも厳しく、戦士としてな。行って、ヒーロー君、最後の一撃を。ツインバスターライフルの引き金をあなたの手で。任務了解。ゼロよ、俺を導いてくれ。俺は死なない。ヒーロー君、そコロニー、ウィン、もしかそう、ただリツ、
モビコンセジステンソ。グリップブレンジャ少なくともこの地球時代を動かすのは一握りの天才で、そして身勝手な大人たち。すごいメンツ、歴史のターニングポイントになりそうね。そうじゃ、ブレイクミッションの時と同じエウーゴの一員になって、コロニーレーザー発射確認。ヘイユー、陣列から離れるなよ。終わらせて帰ろう、腹も減ったし。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。これでティターンズは総崩れだよ。あとは残党を片付ければ。待って、今の白い機体パワーガール、ここに来てるの？もしも私の元へ戻る意志があるのなら。何を言うの？私の元に来ぬのなら排除するだけだ。バカだ、まだ終わらんよ。相手はクオトロ隊員。ゼータガンダム、神ユクに出撃してる。すぐ援護に行こう。招待状さん、この程度邪魔だね。落ちる。した役者だったよ。しなら話し合いの余地がないとするならば、ここがお前の死に場所になる。いや、もう一人役者がいる。そうだな、こんな芝居じみたことはシロッコの領分だったな。サクラ、現在のシロッコの動きは？今カミーユ君が追っています。かまわん、私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ。では聞くよ、ザビ家の復興を。また同じ過ちを繰り返すと気づかんのか。世界の都合というものを洞察できない男は、貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。私は自分のためだけに戦っているのではない。人がニュータイプに覚醒していくのをなぜ見守れぬ。人類が賢いそここまでのようだな。シャオ、おう、何もかもが思い通りに行くと思うな。まだ粘るつもりか。招待状、向こうも苦しいはずよ。頑張って。でも、シリフト少しずれてる。このままじゃ、カミーユ君が間に合わない。これでお、シャオ、私と共に来てくれる。逃がすか、目の前の現実も見えない男が。サカシーだけの子供が何を言う。サカシくて悪いか。小隊長、君たちはカミーユの援護に回れ。浜は私が追う。でもそんな損傷した客式じゃ。カ
彼のような若者が命を落としてそれで世界が救えると思っているのか。はい、了解です。これなら手術通りになるかも。小隊長さん、急ごう。愚かな俗人どもめ、人思いに叩いてくれる。シラッコ、重モビルスーツ、ジオ、カミーユコンのゼータガンダムも確認。小隊長、援護に行きましょう。嫌な予感がする。キターンズの残党もコロニーに取り付いてる。蹴散らしていこう。シラッコ、落ちる。ザで出る力。そんなものがモビルスーツを倒せるものか。カミーユはその力を表現できるマシンに乗ってるんだよ。女の声。この声、確かサイコガンダム。じゃあみんなっていうのはまさかウクザムの時と同じ。まだ抵抗するのなら。うわなぜ動かん。ここからいなくなれ。うわっ、これ確か。それだね、以前はユニコーンガンダムが声あたし、あの後く第一クワトクミス、そしてあれ彼せんじせあたただ重力さん。
さあ姉さんですそちぶてですがそれまこのあちゃかくどうもえすかつまあそれガンダムファイトレディーゴーゴーヘッ出撃だぜついてきなじゃあ行こうか足引っ張んないでねすごいエネルギーの竜巻あれをガンダムファイターがガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだアーメス？どうしてここに？あの戦いはたった2機のモビルファイターゴッドガンダムとマスターガンダムによるもの戦闘行為が成り立つ最小単位だよねでも最大っていうのは？彼らは戦争をしている正解だ戦争の中心には必ずガンダムがいるそして今終戦を迎えようとしているのだどうしてデビルガンダムをめぐる戦いが起きたのかその記録が私の仕事だそしてガンダムファイト史上に残る最大の戦いの中で戦争の本質が見えるちょっとどうしたのマスターメガネエラー本人格に当該事項に対する発言権限はありませんあなたさらに人格の強制を受けてるんじゃ俺のことは気にするもっと重要なことがある生死では機能停止しているはずのデビルガンダム細胞が活性化しているブレイク現象によるデータのズレデスアーミーが点在してるのはそういうことか行きましょうあの竜巻の元へアーメス小隊長に付き合ってもらうわよ無論だふん弟子が師匠にかなうわけあるまいわしが入行くぞおおそうなのだがデビルガンダムまさか貴様ら誰一人としてここからは逃がさん俺は逃げも隠れもしないミッションエラー史実とのズレを確認ブレイク修正処理を最優先してくださいバグメガネ黙ってドモンさんバトルロイヤルです数が増えようとも俺は負けん行くぞ今こそ修行の成果を見せてやるつくづく人間とは救いがたい生き物よだからといって人間を抹殺していいはずがない何がガンダムファイトだ何が理想的な戦争よ我が身を痛めぬ勝利が何をもたらすだがむやみに人が死ぬよりははるかにいいだからお前はアホなのだこっちから深い悲しみが伝わってくるなぜだうるさいおりゃー俺の心に悲しみが響くそうだ己の拳は己の魂を表現するものだと教えてくれたのはこの人東方フライお前の好きにはさせんまだわからんのかこのわしの気持ちがあんたのやろうとしていることは
人殺しに過ぎん。うつけ者が。東方不敗、あんたは間違っている。なんだと。なぜならば、あんたが抹殺しようとする人類もまた天然自然の中から生まれたもの、いわば地球の一部。それを忘れて何が自然の、地球の再生だ。そう、共に生き続ける人類を抹殺しての理想郷など愚の骨頂。ならばわしが正しいか、お前が正しいか、決着をつ赤波天橋ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。ただそ、おあ、管理問題、ついに、うわ、ガッキ、エラー、キ、俺に、え、こ、え、ふ、うわ、モビルアーマーこあるでもつけゆのこぶんつかつでつけりょうでガンダムラトレイヤーモビルアーマーコネクティングシートプラグイン H データリンク合体完了しました。ヘイユー、人列から離れるなよ。終わらせて帰ろう、腹も減ったし。クイオススカイ戦闘フェーズにシフトします。彼の言った通り、合体型のモビルアーム、これを破壊できれば次のディレクトリへ進める。そうだ、小隊長君、ここが勝負どころだ。エラー、人格データを変更します。でも撃破しちゃっていいの？私がアクセスプログラムを完成させる。アクセスさえできれば。私にウイルスプログラムでも送り込むつもりかね。そんなことは無意味無意味無意味。エラー、本人格の再生を停止します。サクラ、モビルアーマーにハッキングをかけ続けて、少しでも時間を稼がなきゃ。イエスだ。小隊長さんはモビルアーマーの動きを止めて。損傷は軽度、データ負荷は想定内です。やっぱプロテクトが硬い。処理を避けて、何か仕掛けるのな。タスクを増やしてオーバーフローを狙う。原始的だけど結局はそこで。小隊長さん、攻撃しまくって。避けさせたり防御させたり攻撃させたり。でもいずれは破壊してしまう。そうなったらハーマス、俺に構うな。管理システムのプロテクトは完璧。エラー、本人格に妨害事項に対する発言権限はありません。管理システムの制御下にないデータでもあれば。私じゃあるまいし、そんなのいくつもあるわけないって。あれ、やってくれ。カモス、ラピッドファイヤー。
損傷率 50% オーバー。キュイオススカイの波動データを更新し、お前の力。総隊長さんやる。イモ姉さんの方はどう？もう少し。ハッキングの方は？やってるけど効果が薄いかな。もう少し処理負荷をかけないと。小隊長、攻撃の手を緩めないで。無駄なことはやめたまえ。管理システムからも厳重なアクセス制限制限制限。エラー、破損した人格データのデリートを申請します。同時に不正アクセス排除のためハッキング対策を強化。しまった、ちょっと強引にアタックしすぎた。アクセスプログラムによる成功法間に合うの？そこ、そこだ。損傷率 75% オーバー。プネウマブルトのデータリンクを開始します。間に合わない。ミノ姉さん、私に考えがある。サルベージプログラム意識をちょうだい。防壁破りだけあってもしょうがないのよ。無理をするな。キュースカイの破壊に専念しろ。イエス、マスターハーネス。ガベージスペースがオーバーフローする。行け。まだだよ。ミノ姉さん、お願い。サルベージプログラムインストール。ラトレイヤー、コックピットを開けて。な、何を。あいくみ、ここにもこあさちょ。せーしめおかげ。モビルアーム、あなたには聞きたいこと。管理システム真理。そしてこ市長、私もブレスちょわかスキンエトゥカスキ。私たちの宇宙レブチゴ、そしていショット何か。あ、ネオジオン軍。ゴーヘッ、出撃だぜ。ついてきな。三日月オーガス、まあよろしく。袖付き以前のネオジオン軍。正面にブレイク反応。まずは行ってみよう。さすがだな。その程度だ。俺ってやつはこの世界を何だと思っているんだ。カリーユ君、あの後大丈夫だったの？ああ、あなたですか。覚えてますよ。お久しぶりです。この戦い
いつになったら終わるんでしょう。カミーユ・ビダ、最も優れたニュータイプと言われた少年か。なんか感じが違う。ブレイク現象だから、あの時の。さらにブレイクイン。これは何学だっけ。リゲルグ、第一次ネオジオン戦争期のゲルググ型だね。ハマーンカーンの時代よね。ゲルググって息が長いのね。ゲルググの系譜は奥が深い。勉強しようとしたら一苦労だぞ。修正してやる。バケだ。まだなのか。俺が叩き直してやる。手じゃ面白くねえ。ガンダムがこう言ってんだよ。あ、ガンダムファイターの。じゃないよ、犬姉さん。アリーアルサーシェス、アルケーガンダムも健在か。さあ、もっと楽しませてくれよ。戦場ではしゃぐな。お手押し者が。これでおしまいにしようぜ。戦場にガキ。誰が。目標を捉えた。ダブルオライザー、戦闘を開始する。本物のソレスタルビーム来た。あれは面白いぞ。ソレスタルなったら貴様の苦手、俺が断ち切る。二人はどういう関係なの。哲学院は中東の紛争地帯、クルディス共和国の少年兵だった。彼を訓練したのがアリーアルサーシェス。自分の手駒となるゲリラ兵を作ったのだよ。あん時のガキがガンダムに乗ってるとは。黙れ、ここで過去を断ち切る。てめえは俺の手で潰してやるよ。自分ガンダム、これはとんでもねえ兵器だ。戦争の試合がある。まだまだ戦いたいね。もっと俺を楽しませろや。遊ぶな。貴様、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。なんだと。皆の命が消えていく。命は力だって。空を支える力だって。なんだこの気持ち悪い感じは。戦いは破壊することだけじゃない、作り出すことだってできる。俺は信じている。俺たちのガンダムならそれができると。くそ、この俺が動けってんだよ、ガンダム。アリアルサーシェス。セツラ君、結局は他のマイスターがつけてくれる。今は焦らないで。ブレイク現象を修復して。あなたも。あ、また情報に敵がブレイクイン。狙撃か。だが位置取りが甘い。一気に近づければ。狙うか近づくか、判断は早くな、小隊長君。そういうこと。叩き落としちゃって。見てろよ、クリス、俺だってやれるんだ。あれは神指だ。アマンカーン。お前と私は互いに引き合うものがあるようだ。相手が誰だろうと、この役と動画に乗った俺なら。ギュネイガスチン、ガモス、ネオジオンの召喚。ファイヤー。お前の力間違いない。あれはガンダムだ。いやいや、大佐だろうが総帥だろうが。総帥ってシャア大佐。第一次第二次ネオジオン戦争が交錯してる。俺たちは歪みを溶かす、それだけだ。こいつ特別な力を感じる。ニュータイプでも強化人間でもない。何者なんだ。俺たちはソレスタルビーン、戦争根絶を目指す。戦争の根絶ね。本気でできると思ってんのか。言われるまでもない。俺はニュータイプになって、いざという時に大佐を止められる男になりたいだけだ。今回の戦争は俺にとってはチャンスなんだ。この俺が押されてるだと。
そんなバカな、なんでだ。俺はニュータイプと同じ力を得たってのに。そこだ。このまだか。邪魔だ。愚かなる人間。くそ、こんなんじゃ俺はいつまで経っても大差を超えられやしない。よし、ヤクト動画のブレイクアウトを確認した。消えてたくなれ。容赦はせん。世界の都合というものを洞察できない男は排除すべきだ。人は分かり合えるはずだ。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか、愚劣な。それは違うぞ。違う。おさかしいな。俗物が私に。そのエゴが世界に恨ませる。神ユミだ、この世界を変えたいと願うか。なんというパワーだ。もし戦うのに理由がいるのなら、この怒りこそが。そう、吐き出すものなどない。やった、キャベレーを。ハマーン様をブレイクアウトさせられた。世界の歪みは正されつつある。怒りに飲まれるな。使いこなせ、仮面呼びだ。感謝します、ガンダムマイスター。これで西暦の時代のガンダムたちがブレイクアウトできたのね。でも仮面ユ君はブレイクアウトしない。まだ彼に関わるデータが。メガラニカにいるのはそれ付きの大将フルフロントル大佐のノージオングのはずだけど、いない可能性が高いね。そもそもユニコーンガンダムが見当たらん。当然獅子も戻ってきていない。他にも。どうやら私がやるしかなさそうだな。ジオン出るぞ。フロンタル大佐でもシャア総帥でもなく、シャア大佐。一年戦争の確かジオングパイロット。ああ、ガンダムの死んでるもんなら逃げてるな。ではないのか。クワトロタイム。いや違うな、シャアを名乗っているのか。あなたは僕の知っているタイムじゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているのだ。カミーユ君、彼は4番目の名前を。待て、サクラ、これ以上の追及はタイムパラドックスを起こしかねる。無事素性を明かしたくないのはお互い様のようだ。いろいろとありまして、タイじゃなくて大佐。勇敢だな、軍人ともゲリラとも思えん。あなたは、あなたは何やってんです、こんなところで。戦争とはこういうものだ。理解したよ。戦士がここにいるはずなのは確か。そう、フルフロンタル大佐の拠点攻略用巨大モビルアーマー、ネオジオンです。今回のブレイク現象はフロンタル大佐よりシャア大佐さんとの気持ちが強いね。その原因はやっぱりカミーユ君。私にプレッシャーをかけるパイロットがいるか。あなたがクワトロ隊員だというのなら僕は止めてみせますよ。君とは奇妙な因縁があるようだな。あの少年のようなそうな。どこ。やはり未完成を期待か。皮肉なことにジオン儀の完成型は連邦が作り出すことになる。強化人間を使ってな。強化人間だって。裏金研究所で開発されたサイコミ搭載のモビルアーマー。まさかサイコガンダム。もう村雨さん、あの戦いはジオングから始まっていた。正確にはその前、ニュータイプ専用モビルアーマーエルメスからだ。なら私はお前を守れなかった。これ以上不幸認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというのを知らない。フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャワーズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはり神指だ。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やったわ、カミーユ君、これで。
アーガムに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダム共にブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプ…狙われてる。少年長カミーユ君、無料隠れハイザックカスタムの狙撃。ザフトのバナーザクウォーリアだよ。今度はコズミックイラから。長射程ビーム砲、オルトロスに気をつけ、引きずり下ろすんだ。お前のような奴と共闘できて俺は満足だぜ。乗っていたのが GN ドライブを2機積んでるっていうダブルオーライザー。うん、でも管理システム何の人間に降下中のリーブラを破壊するよ。動力システムを探すのね。いついかなる時も警戒を怠るんじゃないぞ。終わらせて帰ろう。腹も減ったし。小隊長か。ヒーロク、こちらマグアナック隊。この戦艦はまだ地球に降下しているの。この船の動力システムを破壊する。お前たちも離脱しろ。